はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、レガシーパックにて追加されました長寿ゴッドさんね、これ使っていきましょう。まあ千寿ゴッド、万寿ゴッドときて、まあ億寿ゴッドなぜか飛ばして長寿ゴッドとなってるんですが、この長寿ゴッドさん何するかっていうと、召喚反転召喚特殊召喚に成功したらデッキから儀式モンスターと儀式魔法を、1枚ずつ2枚サーチできるという効果がありまして、これめちゃくちゃ強いんですよ。だから儀式の下準備的な生きる、まあそんな感じのことができるということですね。で、長寿ゴッドさんね、レベル6なんですよね。だからまあ基本的には特殊召喚するかアドバンス召喚するかしかないんですよ。はい、まあ天使族ギミック使ったら特殊召喚とかできるんですけども、まあ今回は何を組み合わせてるかっていうと、これね、相性がいいギミックがあってね、デビルチャルのギミックが召喚剣を使わずに盤面にその生き物を用意できつつ、儀式魔法とか儀式モンスターサーチギルじゃないですか、キャンドルとかタリスマンドラとか、この辺のモンスターを出して、でこの辺のモンスターを下敷きにして、アドバンス召喚長寿ゴッドができるんで、一応組み合わせになっちゃうんですけども、そのキャンドルとかタリスマンドラ出して儀式パーツサーチからの、長寿ゴッドで儀式パーツサーチみたいな感じで、儀式をなんかめっちゃサーチできるんですね。でさらに天帝の人とか儀式の準備とかも入れてるんで、なんかすごい量の儀式モンスターが差し引けるんですよ。で、これで今何を出していくかと、まあ何出してもいいんですけど、基本的には何出してもいいんですけど、まあ正直そんな強いモンスターじゃないし、まあやることは一個ですよね。やっぱその通ったら勝てるギミック、まあやっぱ僕が一番信用している儀式モンスター、巨竜魔王アモルファクタサイコ、これを爆弾させていくということですね。これ儀式召喚に成功したら次の相手のターンのメインフェーズ1、これスキップします。はい、あと分かりますね。メインフェーズ2をスキップするか、バトルフェーズをスキップするかで完全に相手のターンをスキップする。これです。これ。これやっていきましょう。はい。ターンスキップ動画何個目ですか？皆さんよかったら、ね、YouTube でね、マスターデュエルターンスキップって検索してみてください。多分上から多分なんか20個ぐらい僕の動画なんじゃないかっていう気はしますが、また伝説が1個増えます。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。あー、なるほど。ターミナルワールド来ている。デュエルターミナルワールド来ている。一応何もなければいけるかな。手札1枚捨てましょう。うわっ。ミスった。これミスったわ。ごめん。いや、でもまあまあまあ、でもこれに打ってもらえばいいのか、誘発を。これ誘発ってもらえばいいや。これで、いや、大丈夫。ミスってない。ミスってないかったです。ごめんなさい。タリスマンドル発動。あ、オッケー。いけるんすか？マジっすか？やった。アモルファクター持ってきて。で、一体リリースしてあげましょうか。さあ、いけ！長寿ゴッド！召喚成功時、儀式魔法と儀式モンスターを一枚ずつサーチすることができる。ツーなお、アドバンス召喚しなきゃならない。基本的には。なんでか知んないけど、アドバンス召喚しなきゃいけんだよな、これ。うざいよな。これうざいんだよな、普通に。で、ターミナルワールド。ターミナルワールド。これメインフェーズ、2が、お互いにスキップされるっていうカードですね。はい。で、アモルファクター最高。儀式召喚成功時。次のメインフェーズ1スキップ。これ出した方がいいか。請願引いた時やばいか。聖眼引いたらやべえから撃つわ。ブルーアイズをデッキトップで引いた場合撃たなくなっちゃって、やマジやばいので一回出してみましょう。でこれちなみに伊達揃ってんですよね、これ実は。これ4000あるんでターン返ってきて殴って感じです。エンド。さあメインフェーズ2スキップして、あ、メインフェーズ1スキップしてメインフェーズ2がスキップされる。まあ、バトルフェーズは行えるんで、ちょっと拮抗勝負だけやめてほしいっていう感じですね、このハンドだったら。さあメインフェーズ1がスキップされる、バトルフェーズ入る。さあメイン2がスキップされてエンドフェイズ。何もできなかったね。クソすぎる。クソすぎるだろ。クソすぎるだろ、このデッキ。なんだこれ。なんだ遊戯王とかいうゲーム、クソゲーだな。億寿ゴッドどこ行ったんですかね。億寿ゴッド、なんか千寿ゴッドと万寿ゴッド来て、千万って来て、いや次億でしょと思ったら、なんか急になんか長寿ゴッドとかいう、なんか謎のなんか1個単位飛ばして、なんか急にね長寿ゴッドとかよくわかんないもんさ来たよね。もうなんかどう考えても億飛ばされてなんでってなってるね、みんな。そんなことない。
ちなみに俺はなってるけど。やべえ。ちょ、これ、キル取れなくね？これ次のターン。やばくない？まあ、とりあえずターンスキップだけするわ。はい。で、アモルファクトゥー最高。磁気召喚成功。で、メイン1スキップ。で、メイン2スキップ。セット。エンド。まあ、ちなみに単純ですごい回しやすいのでね。クソレッキ界の中ではかなり回しやすい方だと思いますね、このデッキね。はい。まあ、コンボパーツが多すぎるっていうのありますけど。さあ、メインビッチスキップ、メインにスキップされる。で、私のターン。いや、これなんかあ、儀式の準備強いじゃん。え、儀式の準備とかいうカード最強じゃね？儀式の準備発動します。カリスライム持ってきます。で、高等儀式回収します。はい。で、ただこれワンキル取れねえんだよな。カリスライム。これキル取れないから、どうしようかな。ちょっと待って。これさ、これこうしてさ、これ分かったわ。これ分かりました。じゃあもう一回いきます。これ、いや、一ターンでキル取れない場合は、ターンスキップ2回すればいいっていう。っていう説ありますよね、これ。もしかして。アモルパクタサイコ君はですね、出た次のメインフェーズでスキップするんですけど、ずっとスキップしてくれるわけじゃないんで、まあ、これでアモルパクタ君出しまして、これで次のメインフェーズも1スキップされるんで、殴り殴り、メイン1スキップ、メイン2スキップで次のバトルフェーズ殴り殴りで勝ちですね。はい、対戦よろしくお願いします。回答引かれそう。そろそろ回答引かれる可能性ある。ブラックガーデンだと？ブラックガーデンだと？貴様なんか良くない、よからないことを考えているな。カルダーン、召喚成功した場合、手札墓地から永続トラップカードを選んでセットする。何？洗脳解除。は？あ、なんだこれ。セットしたターンでも発動できる。何？なんだって？なんだその謎コンボ？なんだそのクソ3枚コンボ？ローズトークンがドリアスになって、トークンが何その動き、なんだその動き。え、もしかしてあれか、モンスター特殊召喚するためにモンスターが1体ずつ増えていくのか、これ。もしやトロイミア・ケルベルス、なんだって、なんだって、おい、なんかその動き強くねえか、その動き強ないか、これマジで1体ずつ増えてんじゃん、ガチめに。え、すごこの動き、これもしかしてさ、エクストラリンクしようとしてる。やば、エクストラリンク完成してんだけど。待って、打点低くない？ちょ、その場面打点低そうなんだけど。え、なんかワンチャンこれ、ワンチャンこれアモルファクター出したらなんかぶん殴れねえか、これぶん殴れないですかね、これ。リンク先で出てもあれか、でも効果発動できないのか、リンクモンスターのリンク先じゃねえと、リンク先向いてねえじゃんこれ、うざすぎ。一旦さ、天帝でモンスター効果無効にしたらいける。ケルベルスが効果破壊耐性持ってて、でフェニックスが戦闘破壊耐性持ってんだよな。であれだろ、グリフォンがなんか発動できん効果みたいな、ゴミみたいな効果してるからさ、これメレオレロジックアグリゲーターでどれ無効にしたいのこれ。あ、でもさすがにグリフォンだよな。グリフォン無効にしたら奇跡起きますかね、これ。もしかして、で無効にするカード、いやー、これでもうぜえな、戦闘破壊耐性も効果破壊耐性もあんのか、バカめんどくせえ。これターンスキップしたらいけるかな、これ。なんかターンスキップしたら奇跡起きないか、これ。ターンスキッピングで、これちゃあれだね、ドリアスは殴らないんだよね確か。これでも一応2950では出てくる、
これでメインフェーズ1スキップされます。バトルフェーズ入ります意味わからん意味わからんムーブして2150ダメージで、これ戦闘では破壊されないから実質サンドバッグみたいなとこある。これワンチャン殴りまくってたらいける可能性。あ、やべえ、これメインフェーズ自身活動できないや。ちょっとまあ、いや、まあ、覇者の一括あるからいけるか。覇者の一括あるからいける。エンドフェーズ。なんとかなれ。ドローフェーズ、スタンバイフェーズ、覇者の一括発動。これでバトルフェーズスキップ。お互いにゴミみたいな。おっと、でドローフェーズ帰ってきた。よし、一応帰ってきた。あ、弱い。弱すぎる。一応帰ってきた。なんとかならんか、これ。いや、これ足んねえか、これ足んねえか、これやべえ。ついにメインフェーズを相手に渡してしまった。まずい。あついにメインフェーズを渡してしまった。悲しみのターミナルワールドいや、なんか攻略ワンチャンいけそうだったけどな、これ。